この握り方で結構パワーロスしてるんで、左手のグリップなんですよね。パームで握られる方が多くて、これだと逆にヘッドスピード落ちちゃうんで、うん、フィンガーで握るんですけど、ここにしっかりお肉を挟むっていう、ここで握っちゃうっていう、これ肉挟んで、今ちょうど肉が挟まってる状態ですけど、はいはい、そうすると逃げないんですよ、クラブが。しっかりグリップエンドがここで止まってくれるんで、ここでこういうテコの動きができる。これがパームで握ると、はい、パターと同じ打ち方になっちゃ う, う、ね、ローテーションはしないんですけど、はい、ヘッドスピードは出ない、うん、スイングがとにかくこういう感じになっちゃうんです、ね、ヘッドがクラブが走るんですね。体を回してるんだけど、あ、もうドライバーからウェッジまで全部これでいいんですか。そうですね、アプローチだけはちょっとこうパームで握ってもいいよっていうのはありますね、はい、だけどそれ以外は同じで、同じで、なるべく一緒で、はい。